1月21日火曜日です。皆さんお元気でしょうか。ここからは頑張れ南葛 SC サッカー番組で盛り上がっていきたいと思います。 MC の井上真と申します。そしてお隣この方です。南葛 SC 浅田です。はい、よろしくお願いいたします。ちょっと暖かな ね日差しが今日は、はい、ね、もう元気に参りましょうということですけれども、はい、浅田さん風邪なんて引いてないですか。全然大丈夫ですね。あら、もう健康、体動かしてましたもんね。はい、今年はもうランニング続いてますもんね。ちょっと挫折気味ですね。そうでしょこの間誓いを立てたばっかりですよね。まあ僕が何言えた立場じゃないですけどね。なるほど、自転車通勤に切り替えました。スポーティーね、さすがでございます。ということでそんな話も含め、今日も南葛 SC 情報満載で参りましょう。この番組は東京都社会人リーグ一部から J リーグ参入を熱く目指しております葛飾区のサッカーチーム南葛 SC を熱く応援していく番組です。それでは今週も行ってみましょう。頑張れ南葛 SC キックオフ。ちょっと失望しましたよ佐々木さん。そのなんか尊敬してたのにだから僕は毎年立てないんですよ。その1月1日に何、今年は何しようみたいな。ちゃんと継続して、やってますよ。自転車通勤っていう形で。ちょっと顔が言い訳してる人の顔になってやってるじゃないですか。いけないダメですねやっぱりそれ喪失感が大きいですよね、はい、ああなんかまた目標達成できなかったみたいな。で僕はもう本当にあれですよ、高校生ぐらいからやめてますよ。それあの授業とかで1月1日どうしますかみたいな書かされるじゃないですか、はい、もうどうせできないんだからと思ってたよ。けど継続は力ないと、うん、いやもうそれはそうですよ ね、我々でもこの番組はもう週1で必ず継続させていただいて、ここにそうです、ママのところにお邪魔させていただいて、そうなんです、喋らせていただくということですからね、はい、頑張っていきたいと思います。頑張りますちょっと落ち込んでごめんなさいねラジオだからなんとなくそれさ盛り上げようと思って言ってるだけで、そんな責めてないですよ浅田さんちょっと傷ついてますよろしくね、元気に参りましょうということで、南葛 SC ね、はい、指導いたしまして、はい、練習ももう何度かやっております。そして、はい、先週はね島岡新監督さんが来ていただきました、はい、僕あの帰り一緒にいろいろお話しさせていただいて、いい方ですね。そうですね、はい、熱くいろんなトレーニングマッチなんかもね行って、初采配もあったということで、その辺のお話も聞かせていただきたいんですけれども、はい、まずはメールいただいてます。大川さんありがとうございます。ありがとうございます。先日練習見学に行ってきました。 ありがとうございます。島岡監督の練習風景を、どんな練習をしているのかな、選手のコンディションはどうかな、新加入の選手はイケメンかな選手の意気込みは気合は入ってるのかな、など気になり2日も行ってしまいましたありがとうございますありがとうございます。女性かなイケメンかなって言ってるからね。そうですね、多分ね、さすがでした監督。そして高木コーチの指導、今までの練習にはないようなメニューを取り入れてましたし、何よりも選手のがむしゃらな気持ちが感じ取れてよかったです。今シーズンの南葛の活躍にますます期待が膨らんじゃいました。夜間練習寒さ厳しいですけども、選手スタッフの方々風邪などひかぬように気をつけてください。大川と。ありがとうございます。いかがですか浅田さん。そうですね、うん、新たな刺激が入って選手たちもこういい緊張感持ってすごくエネルギッシュにやってくれてます。やっぱ雰囲気違いますか今。もちろんやっぱり違いますね、うん、監督が作る空気っていうのはそれぞれね。そうですね、福西監督が作られた、はい、向笠監督が作られた、はい、それぞれのやり方があるってことです。そうです。島岡監督は どんな感じですか。いやあの先週来てもらったように、うん、あんな、はい、本当にあんな感じです。あんな感じってもなんかこうやっぱりピッチとラジオ局じゃ違うじゃない、はい、いやけど あんな感じですね、僕だって一緒に帰りましたけど、あれでしょ、すごい普通のいいあんちゃんでしたよ。いやいやいや本当にグラウンドに立ってもいいあんちゃんですよ、あそういう感じなんだ、はい、本当にお前らとかに表現する感じじゃない、全然ないですね。そうなんですね、全然ないです。じゃ あの兄貴的に、そうですね、兄貴的な感じで、うん、ただまあ締めるとかはもちろん締め、うんうんうん、締めながらもやっぱりあの、はい、まあもちろん J リーグのプロの現場も知ってますし、そうですよね、あとはまあ大学生のこう、アマチュア、まあ、関西大学、そうですね、長くやられて、はい、名古屋グランパスの、育成組織トップです。あトップですもんね、はい、じゃあトップチーム帯同されてた笠間監督の八尋監督の下でやってた。そうです。じゃあいろんなメソッドを近くで見て、そうですね、たわけでしょ、はい、それも、うん、まあいいところもものすごく吸収して、うん、なるほど、まあ、自分のものにしてっていう形はありますね、うん、やっぱ浅田さん的にも刺激を受けたりとか。もちろんです、もちろんです、コーチとして、はい、うん、やっぱりいろんなお話をいろいろさせてもらってますので、はい、すごく、僕、まあ、今まで持ってなかったような感覚だったり、はい、なるほど、その言葉だったり、うん、すごく面白いですね。あいいですね、はい、で浅田さんモチベーション高いってことですね。そうです、もちろんです、うん、でもランニングはちょっと今、はい、冗談ですよ
ありがとうございます。そして、タバさんからもね、いただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。まさん、さだちゃん、福田さん、スタッフ様、こんにちは。さだちゃんって書いてある。さだちゃんってほら、先週、島岡監督がさだちゃんって言ってたから。さすがですね、タバさん。ありがとうございます。さだちゃんって言ってましたね、はい。というわけで、今日もどなたかゲストでいらっしゃってるのでしょうか。今日はいないですね。今日はそうですね、コーチが来るとか来ないとかって先週言ってたから俺楽しみにしてたのに、はい、うん、高木コーチは、うん、来週出演していただきますので、うん、ということで皆さん、はい、高木コーチへのご質問、はい、ご要望お待ちしても、なんか面白いんでしょ、うちの笑い担当と言われてますんで、関西人なんですか、関西の方にも行ってました、ね、うん、あ、そうですか、はい、なんか聞いてますよ、それを楽しみにしてますんでね、いや、非常に面白い、うん、非常に愉快な方ですので、わかりました、今今週はちょっとネタを温めさせてください。ちょっとそんな、はい、そんなお呼び方失礼ですよ、ハードルがすごい。ハードルがすごい、ね、普通に話を聞くぐらいのペースでお待ちした方がね、はい、これ聞いてたら僕だったら来ないですよ、いや、僕が高木コーチだったら聞いてると思います。本当ですか、わ、はい、かりました。じゃあ来週面白い方が来ますんで、はい、楽しみにしてください、こうご期待してください。タマ、はい、さんのメールの続きです、今度の日曜日はいよいよ、島岡監督の初采配ですね。そうだ、そうですね、東京カップ、はい、ね、26日でございます、はいはい、初めて南葛 SC の試合を見に来る方もいらっしゃると思います。グランドの観戦環境などはどのようになっているんでしょうか。あ、っていう質問ですね、はい、新加入の川又選手、土田選手の出場は二次戦からでよろしいのでしょうか、という質問でございます。今日の放送も楽しみにしています、ターバーということ、ありがとうございます。2つの質問ですけれども、はい、あれですよね、東京カップの2回戦、3回戦です。3回戦が1月26日、はい、こちらですね、どこでやるんでしたっけ、清瀬内山 B 面ですね、はい、もちろん田場さんは知ってて聞いてますけど、ね、はい、これはリスナーの方ですね、リスナーの方がね、はい、初めて今シーズンから聞いてくださってる方もいらっしゃるんで、はい、ちょっとその辺の環境面教えていただけますか、はい、清瀬内山グラウンドといいまして、はい、新座の駅からちょっと徒歩で15分ぐらいかかってしまうんですけども、はい、新座、はい、はい、そこの B 面といってですね、うんうん、まあ、浄水場の上はいはい、に、グラウンドが2面ございます、はい、その、左側、うん、向かって登っていただいて向かって左側が B 面という形です。なるほど、はい、で観戦に関しては、うん、はい、ネットの外側でお願いできればなと思います。わ、うんうん、かりました、はい、いっぱいグラウンドあるんですよね、そこね。そうですね、ちょっと3面ほどありますので、まうんうんうん、ちょっと会場の方はお間違いないようにしてもらえればなと。高台になってる方に行っていただいて聞いていただいたら分かる。そうですね、まあ、白いユニフォームだから目立ちますよね、練習しててもね。だ、まあ、練習の時は黒いこのジャージ着てますんで。あ、黒、あ、はい、そうか、ね、分かりました、はい、キックオフはちなみに何時、12時半ですね。12時半、何時ぐらいに行くのが一番いいですか、はい、まあ、30分ぐらい前までに、12時ぐらいまでに来ていただければなと思いますし、うん、はい、ちょっと日曜日今週末は若干、うん、雪予報もあるので、はいはいはい、ちょっと暖かい格好をしていただければなと。何ですか、何ですか、暖かい。そうですね、はい、暖かい格好をしていただいてご来場いただければなと。わかりました。試合は熱い試合を見せますので、うん、うまいこと言います、はい、雪が溶けるようなね、溶けますね。わかりました、はい、ということでタバさんありがとうございました。ぜひお待ちしてますね。この東京都社会人サッカーチャンピオンシップですね、はい、2020年度、これが通称東京カップと、はい、言いましてですね、まあリーグ戦ではないんですが、まあ、前哨戦というか毎年このし、ね、大会からシーズンが始まるみたいな、はい、そうです ね, ね、まして今週の相手は、はい、法政フットボールラブさんといって、あ、来年リーグ戦で一緒になるとこだ。そうです、うわ、負けられんね、これは。昨年度2部を優勝してきてる、はい、まあ、なるほど、法政大学の大学生になりますので、勢いあるとこだ、はい、まあ、前哨戦、本当の前哨戦という形になるのではないかなと思いますので、うん、はい、いや、ちょっとそうは言っても新参者なんでしょう。そうそう、でも心配だよ、ママ。そんなの蹴散らしちゃって上がってきたとこってのは強いんだよ。勢いある若手と一緒でさ。まあでもほら、そうは言ってもこっちはね、うん、優勝経験があるわけで、そうよ、そうよ、うん、もう前の前の格の違いを見せつけてもらいたいですけどもね。そうですね、確かにね、これ相撲で言うと、はい、皆さんに分かりやすいようにね、はい、こう若手がパーって向かってくる、うん、こっちはね、はい、要はベテランなわけだから、はい、がっぷり4つ組んで、はい、組むのか、はい、それともこうパーンと頬を張ってね、白頬張りにね、白頬張りにどっちでいくのかよね。まあ、立ち合いとしてはですね、まあ、ちょっと猫騙しから入ってそれ細かいこと聞いてるんじゃなくて、それサッカーに変換できないから、それも横綱審議委員会から待ったがかかりますからね。横綱は猫騙ししちゃダメよ。大丈夫です、去年優勝してませんので、うん、まだ大関ぐらいですので。なるほど、はい、なるほど、ですので、
やっぱり初日は非常に取り組みとしては大事ですので、なるほどね、まあ、猫騙しから入って、で足を買って倒しちゃおうかなと、はい、ちゃんと答えてください。ちゃんと答えてますよ。まあでも、うん、まとめると、はい、勝ちにこだわるってことですね。さすが、うん、そうだね。いや、まあまあさすがですよ、まあ、おかわり、おかわりちょうど、おかわり、本当に心地よくなっちゃうんだから、これね、いつも邪魔してすみません、ありがとうございます。そっか、じゃあ、まあ、胸を貸すっていうことですか。胸を貸す、胸を貸すというよりは、うん、まあ、しっかりやっぱり初戦っていうところもあり、あ、まあ、大学生の勢いに、うん、まあ、勝負とは何ぞや、大人のサッカーとは何ぞやっていうところをちょっと猫魂から入ってやろうかなと思います。矛盾してんだよな、はい、ちょっとな、まあ、そんな体力だけじゃなくてね、こうクレバーに頭使わないとっていうことでしょうね。いなす、いなす感じだね。そうですね。なるほど、大人のサッカーを見せると。わかりました、楽しみにしております。もう一度時間の方をね、1月26日ね、清瀬内山グラウンド B 面、キックオフが12時半です。12時半でございます、はい、30分ぐらい前に来ていただけるといいかなということになります。よろしくお願いします。タバさん、土井さんという方がいらっしゃるんでね、はい、ユニフォーム着て立ってらっしゃるんで声かけていただければ、弾幕張ってる方に声かけていただければ一緒に応援していただけますので。今週は新しい弾幕あるんですかね、うんうん、ロベルトノートの52ページがありましたね。忘れるな、はい、でもあれはこの間作ってもらったから、あれは最高でしたね。あれをもう一回使ってもらって、あれは最高、仕事が早かったっすからね。いや、あれはだけどグランドで見た時に本当感動しましたよ、うん、僕は。キャプテン翼さん本編に出てくるね、はい、まあ、中津 FC というのはもう一回説明します。高橋雄一先生発起人、はい、そしてね、キャプテン翼さんに出てくるチーム名、翼くんのチーム名が南葛 FC、 それで活動してるわけですけども、うん、はい、ロベルトノートの52ページを忘れるな、うん、それはサッカーを楽しめって意味なんですよね。これは漫画に出てくるエピソードなんですよ、うん、そうなんです。それをね、ファンの方がカチッと作っていただいて、いや最高でしたよ本当に。もう何しろもうオフィシャルだからこそやれるという、ね、そうですよね、本当にそう。どこもパクってないな、そう、パクっちゃいけないですもん。そうそう、そう、軟活ですからやっぱり、高橋先生が突然あれちょっとやめてくんないって言わない限り、あ、そしたら取りましょう言うわけないでしょそしたら早急に早急にもう早急に対応いたします。修正して修正してそんなことないです。いや、瀬田さん、今今週はいいんですかって今から作ってもらおうとしたでしょ今。はい、それはもう、はい、走り出してるわけですよ、ああいうエピソードで、はい、やってこう、はい、それはもうこの番組走りあんまりこの忙しいからみんな例えば、はい、これタバさん、土井さんやらなくていいですからね、もし、はいはい、お時間があったらでいいですからね。どういうのそれ、今から考えようってこと。ボールは友達、怖くないっていうのはあるよ、ね、島岡監督のテーマ、うんうん、ボールは友達です。ド基本だよね、キャプテン翼のね、ボールは友達、そうだね、これだな、よろしくお願いいたしますいやいや、じゃあ皆さんね、お時間があればってこと、まあ、それはもうでもみんなの心に秘めてるもんね。そうですね、はい、別に、まあ、それをただ弾幕としてドンとやっていただけると選手の力に変わりますんでぜひね。なんで僕がぼやっとさしてんのに戻すんですかすいませんありがとうございます、ね、楽しみましょう、はい、まあ、応援は本当に熱いと同時に楽しんでいただくものですし、はい、そうですね、はい、やっぱりコミュニティができてきてる、はい、ファンの方の中でね、はい、なのでせっかく、なんですか、ずっと応援してくれてる、はい、メンバーの皆さんがいるんで、はい、声かけてください。ぜひ、すごいいい方ですし、喜びますから、はい、あ、仲間増えたって、ね、なんかこの音コンピレーションでリポーターをやってくれてる折原渉くんっていう、はい、彼結構本格的にサッカー少年だったんですけど、はい、練習見に行ったそうですよ。あ、この間、はい、来てくれました。ご挨拶できました、はい、ご挨拶させてもらいました。本当に浅田ちゃんって言ってましたタレコミがちょっと折原タレコミ毎週待ってますね、まあ、いやいやいや毎週じゃなくても、分かりました、ね、渡るんよろしく。もうファミリーですから折原さんは、ね、本当にこの間の練習試合、うん、先週の日曜日も、はいはい、本当に多くの方に、はい、グランドサッカーいっぱい来ていただいて、本当にありがたいなと思いましたし、人気出てきてるんですよ。本当にいいコミュニティが作ってもらってますので、タバさん、土井さんはじめとしてですね、皆様方に本当にいいこうコミュニティがありますので、はい、ぜひ新しい方も、はい、初めて見に来られる方も、ね、ぜひ気軽に来ていただきたいなと思います、うん、もう土井さんなんてちょっと頼んだらおごってくれますからね。いや、それはそれ若い方はね、土井さんにちょっとすみません、ちょっとお腹空いちゃったと、行こうよってなりますから。ダメですか、60、70ぐらいの方がワンカップおごってくれっていうのはダメですか。いいんじゃないですか土井さんお酒好きですから。僕も便乗してみます冗談ですからね、はい、でまあまあいい感じの距離感でそれぞれ の、はい、タッチの仕方で南葛 FC をコミュニティにしていただいて、いろんなこう、はい、
生活の潤いに毎日の楽しみ、ね、毎週週末の楽しみにしていただいたらいいんじゃないかなと思っております、うん、はい、シーズンは、間もなく始まりますけれども、この辺の情報も浅田さん、はい、はい、あのシーズンは3月の末日、うん、はい、まだちょっと日程は決まってませんので、うん、決まり次第またオフィシャルでリリースさせていただきます、はい、はい、まあ、初めての方のために、まあ、概論を説明しますと、東京都リーグ一部を戦っております、はい、これは日本のリーグ戦でいうと7部にあたる、ね、はい、カテゴリーで何試合、全試合、リーグ戦は15試合、うん、15試合、はい、こちらはほぼ全勝条件ぐらいのね、まあ、そのつもりで気持ちで行きたい、はい、やってます、今年も昇格の条件教えてください、はい、上位3チームが、はい、関東リーグ上がるためのトーナメントに、はい、参加できます、うん、はい、その上位3チームに入ってなおかつ、他の県とのトーナメント、はい、関東リーグに上がるわけですからね、16チーム、はい、のトーナメントになりまして、ね、優勝準優勝が、昇格という形になります、はい、 そうですね、それに挑む今年は3年目のチャレンジということになります、はい、ぜひ応援していただきたいと思います、はい、まずは26日関東、東京カップね、勝ちましょう、はい、お願いいたしますと、お願いします、ということで浅田さん最後に一言短めにお願いします、今週も頑張ります。わかりました、それではまたお会いしましょう。井上真央でした、はい、長谷さんでした、ママありがとう、ありがとうございます、それではまた来週です、来週も頑張れ中村FC。